さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回はこっち、ランボルギーニミオラを作るの57巻58巻アシェットさんからキット提供してもらっております。では頑張ってやっていこうと思います。頑張るほどでもないんですけれど、楽しんでやっていこうかなと思います。で、早速ね、57巻何やるのと言いますとですね、こちらでございます。見て、超かっこいい。ディアブロかっこいい。はい、で、フロントフレームを組み立てるというふうになっておりますが、56巻の時にですね、結構ね、使わないものが多かったので、多分そちらを結構使っていくんじゃないかなと思います。で、57巻に含まれているのはこれですね。まあ、ほとんどちょっと細かいパーツだらけですが、さっき言っておりました57巻、この箱にね、なんとドカンとでかそうなものが入っておりますので、見て、こんな感じで入ってんの。こんな感じで、じゃじゃーん。おー、まあまあ重い、まあまあ重い。うん、金属だね、重たい。で、これをはい、あ、でね、これ視聴者さんからね、情報いただいたんで、これちゃんと動くようにしましたよ。ちゃんとね、直せるところはちゃんと直していきます。で、これをここにこうやってはめて、バシッとはまるねっていい感じだね。で、ここもちゃんと穴が合ってるんで OK、 OK、 よろしいですか。 D だ、 D ですね。要はですね、2つの穴を確認しよう。で、確認しました。裏返してバッテリーの真下にある穴も確認しました。で、そこに56巻に付属したネジ A を差し込み、ネジ A、このネジが入ってたね、ネジ A、 これだね、ネジ A を、よいしょ、これ2つ使うんだね。よいしょ、 OK、 ここに刺していくよと。下手くそ、下手くそか、うん、いや、どうでもいい話をしてきながらやろうかなと思うんですけど、どうでもいい話は見当たらない。なんかね、こんにゃくでできたところてんっていうのがあって、ところてん、ところてん、黒蜜をかけて食べるやつね、あって、いや、ところてんで黒蜜、最近ちょっとね、黒蜜好きで、うまいなと、コクがあって美味しいなみたいな感じで、黒蜜のね、そのところてんがあったんだけど、そのところてんがなんとね、こんにゃくでできてるところてんみたいなやつで、こんにゃくができてる、こんにゃくも入ってるみたいなところてんだったから、買ってみて美味しかったから、ちょっとこれはリピートだ、リピだ、リピとか思いながらさ、買いに、明日はここで買ったから、まあ、ガムゴリのね、イオンで買ったんだけど、イオンで買ってこうとか思って買い物ついでに押したら、もうなんか隅っこに追いやられてた売れなかったんだな、かわいそうに。美味しかったんだ、それが最高だぜ。ネジが入んねえぜ。さっき3つ確認したじゃん、これこの辺か。美味しかったのよ、それがね。ところてんでも、酸っぱいところてんあるじゃない、あれあんまり好きじゃなくてね、ズズズって吸ったらあーってなりそうな感じで、まあ、それはいいんだけど、黒蜜のやつがね、好きなんすよ、美味しくて。まあいいか、ところてんじゃない、ごめん間違えた、くず切りくず切りです、くず切りじゃなくて、でもとこんにゃく出てきてますよみたいな感じ。あ、電池がねって言われた、カメラやべ、急いでやらなきゃ、そうって言われちゃう、あーって、くず切りでした、ごめんなさい。ところてんでもね、ところてんとくず切りと両方あったんだよ。ん、くず切り、え、なんか2種類あったんだよね。でも2種類とも買ったんだけど、結果的にね、見たくれが違うだけで味は一緒なんだけどね、結局同じあれだからさ。でもね、うまいんだよ、めちゃうまいんだよ。スーパーで見つけたら、黒蜜が好きな方はぜひ。
そんなにね、昔はね、黒蜜とかね、そんな好きじゃなかったんだけどね、甘ったるいなみたいな感じだけどね、年なのかね。さ、子供の頃ってさ、結構ちょっと待って、これか、いい、これを入れる。和食ってあんまり好きじゃなかったじゃないてか、鍋さんは好きじゃなかったの、和食っていうのが。子供の頃ね、小学生とかさ、中学生ぐらいの時は。だけどさ、なんだろうね、この年になるとさ、和食ってうめえなって思い出すんだよね。昔はそうでもなかったのに、今は和食がうめえと思うような年になってきたのかな。いいんだか悪いんだか。和食ね、美味しいよね、和食ね。あ、日本人だなって気がするわ、うん。まあ多分ね、和食がだんだんうまいなって思うようになってきたきっかけっていうのはね、多分居酒屋とか、ああいう時だね。昔ね、若い頃にさ、居酒屋とか行っていてさ、つまみって言ったら基本的に和食多いじゃない。ああいうサバとか、サバの サバ、しめサバとかね、まあ結構、なんでしめさばしか出てこんだって感じだけど、ちょっとごめんなさいね、57巻はこれで終わりです。もうこんな感じでね、合体できました。ここまでだそうです、57巻は。そうだからね、一旦やめていて58が来るものを待ってたんですよ。ということで58巻です。で、57巻のパーツ使ってねえじゃんみたいな感じだけど、このね、なんかね、情報誌がね、すごいんだ。ジウジアーロ風ランボルギーニカラカラ、知らないよこんな車、ランボルギーニ。かっこいいね。でもホイールはランボルギーニらしいね。カラーとかケツこんな感じ、かっこいい。時代をでも感じるね、このテールの感じがね。スペックは書いてる 4000cc まあ 4000cc か、まあでも多い方だな。いいよね、すごい。ランボルギーニ、まあフェラーリとかも何でもそうだけど、スーパーカーって結構この高級感もありのみたいな感じがね、いいよね。ボディはスーパーカー、すげえ見るからに速そうみたいな感じで、だけど中を見ると今度なんか、おーすげえ超高級車じゃん、なんか高級感があって、もう何ランク上かの車みたいな感じに見えて、いいよね。で、多分使うのが57巻に付属されていた、結局じゃあ58巻使うのかいって感じだけど、もう57巻のやつ使っていこうと思います。さあ、中間にね、なんかね、和食がね、うまいのよね。和食好きになっちゃったんだよ。だからなんかやっぱり結局スイーツも今ね、結構スイーツ好きなんだけど、最近またちょっといきなり食べなくなったの、スイーツ系は。冬はね、結構ケーキとか食べたくなるんだけど、夏はやっぱりケーキとか、ああいうものクリーム系の甘ったるいものよりもやっぱりゼリーとか、あと何、かき氷、やっぱり鍋さん大好きかき氷だね、みたいなのがやっぱりいいかな。多分冬とかそっち寒い季節になってくると、今度またクリーム系が良くなるね。なんかアイス系と一緒だよね。アイスもさ、夏は結構氷系がいいんだけど、冬になるとね、クリーム系がいいみたいなさ。だけど年中食えるのは雪見大福。雪見大福も好きな人嫌いな人っているんだね。自分雪見大福すごい好きで、まあやっぱり普通の白いバニラが好きなんだけど、あれのね、チョコレートもあるんだ。あれめっちゃうまいよ。これをここに差し込んでもいいのかな、いいのですか、差し込んじゃうよ、グッと。でひっくり返しておいて、絵的に言うとこんな感じに。でこっち、これをここのネジで これを動かすんだね。なるほどね、やっぱりちゃんと、うん、違う、ここだ、ここ、これを動かすんだ、ここね、ここのさっきのね、動かすようにしましたよって言っていたやつね。でこれをここに
こんな感じ。うん。溝が噛み合うように裏から見るとちゃんと、ちょっとここからすごい見にくいんだけど、でも噛み合ってるね。あ、ここがこう案内になるからこれでいいんだ。これでこう動かすと、こうやって右に来たり、これ動く動く動く、素晴らしい素晴らしい。なんかちょっと緩いんですけど大丈夫、これこれ大丈夫、これだけど、これ以上閉まらない。大丈夫これ。大丈夫。大丈夫か。おいいかいいか。よしよし。ほんで、そこでこのワッシャーで止めるよっていうことね。そう、雪見だいふくうまいのよ。そのチョコレートが結構また美味しくて。知ってた、やっぱり今ね、あれなんですよ。雪見だいふくがちょっと黄色くなってんだよね。月をイメージしてね。だけどなんかね、その月をイメージしたやつ、多分何で色つけてるのかわかんないけど、なんかねちょっとやっぱり普通の方が好きだったなっていう感じがした。よく食べる私には分かった、それが。 A、 これはこのネジを2本使うよと。家の冷凍庫にさ、なんかアイスがいっぱい入ってると幸せな気分になるのは自分だけでしょうか。なんか嬉しくない？テンション上がる、うん、でこうして、どうやって入れるよこれ。そーっとやろ、ね、なんか家の冷蔵庫にアイスがいっぱい入ってるって幸せな気分だよ。嬉しい、なんかテンション上がる。ちょっと待ってね、すげえやりづれ、落下しそうで、ネジが。うん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 、 OK、 ちょっと入っておけばもう大丈夫。これちょっとこれでやるよりこっちでやるか。100均のやつ、ネジが自家してるから、こうしてこうしてね、ここを押さえながら、おお、ずれた。こうしてまっすぐ入れてやる。いいんじゃねえの。これも多分ガンガンに締めちゃダメ的なやつだろうな。そうしたら動かなくなっちゃうからね。あ、でも奥で当たるようになってんだ。うん、勝った。あ、なんか落ちてきた。やべ、これ落ちちゃかんやつ。あ、いいか、上に乗っかってるだけだから。これしっかり聞いちゃったかな。どこまで入れてばいいのか。これだけど、もうこれじゃ全く動かねえだろこれ。あ、動く、いい、 OK。 これでこれこうやってやったら、あ、動くっちゃ動くのか。だけどなんかちょっと動きがいまいちだな。わかる？なんかちょっとこう跳ねるの。まあこの後どうなるかだな。もうちょっと実際組み立てていったらどっか押さえられて良くなってくるのかもしれない。これちょっと戻しておこう。うん、戻す方向、せーわ、こっちか、こう向きね。よし、これで OK、 できた。で、次、今のを閉めたから、で、これがどうも LR ってやるから、こっち側に向けての、
これが軸が見えるようにして、右だから R か。これね、これも金属でできてるね。これこういう形になって大きい、だから大きい、こっちこういう向き、こういう向きにしてここに入れてネジで締めるよっていう感じか。そのネジはこれか。だけどネジがこれどっちだ、上か。ん？表にしてステアリングシフトで回転させるステアリングラック、右側軸系の穴が見えるようにする。で、なるほど、小さい穴の方からフロントフレーム側面の穴に差し込む。はい、あ、差し込めるようになってんだ。なんだ、差し込めるようになってんだ。こうやってこっち向きにこう差し込みます。だけどその穴がちゃんと通ってるかどうか。結構穴固めですよ。あ、入った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 。で、ここにこれ使える？ネジの、ああ合うね、よし、ここに入れる。よいしょ、さっきのね、鼻のところ入れてギュッと締めてあげると。で、固定してこれで OK。 これ動く、動くね、ちゃんと。 OKOKOK、 よしよし。で、反対側もやって OK ですね。なんかすげえスマホがブルブルいってる。メンバーのジアンとカズメンバーだな。これをこっち向きにしてここに差し込んで、で、軸を回しながらこいつをちゃんとこう見えるようにして、もっと、あ、これ以上いかないの？そんなことないっしょ。あ、はい、結構稼働する距離が短いのか。入らないことはないからこれで頑張って入れるか。入れて、よし、 OK、 できたよ。なんかもうちょっと行きたいな、奥に。ちょっと待ってね、なんかね、奥まで入りきらないんだ。な、入った、 OK。 なんか動きがちょっと、まあ、動かないわけじゃないからいいか。これね、ちゃんと動いてるからね。よいしょ、ということで今回こんな感じですね。次回はクラクションを取り付けるっていう風になってるんですけれど、58巻に付属されているのがこのね、ラッパ型のこういうのが入ってたりするんで、これを使うんですね。ちょっと結構今ずれ込んでますね。ということでこんな感じでございます。どうでしょうか。まあ、後ろはそんなに見た感じ大したあれじゃないですけど、表面バッテリーもちゃんとついていい感じに仕上がってきております。いいね、かっこいいな、楽しみだな、完成が。ね、これで次回59巻という風になってくるんでね、どん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 もうまた完成が近づいてくるんで、楽しみが増えましたわ。と、あ、電池がね、やべえ。ということでね、今回こんな感じなんですけれど、またね、アシェットさんからね、キット提供いただきましたらね、進めていこうと思います。商品に関する詳しい内容は、概要欄に載せておきますのでね、そちら見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ダマだ。